あの洗剤持ってきてくれ、洗剤。除洗剤持ってきてくれ。洗剤持ってきたら、そのラッパ伸びしてやるよ。どうしたの？洗剤でラッパ伸びしてやるよ。洗剤で永田町歩いてやるよ。捕まるわ。背中に金太郎の入れ墨を掘ってやるよ。どういうことだ？そりゃそうだろう。何があったんだよ。原因なんて破天荒な方がいいから、歯入れたからって破天荒じゃないと思われたくねえんだよ。憤ってるな。そりゃそう、憤るわ。そりゃそうだろ。そうだろ。原因なんて破天荒じゃなきゃいけん。酒、女、ギャンブル、それで行くんだ。それで行くんだ、それ。ギャンブルやんないよ。そう、やりんだよ。ギャンブルやってないぞ。ギャンブルやんの、やるよ。相撲賭博やってるね。相撲賭博からやるやつ。知らないおばさん、ロシアンフックしちゃうよ。いや、かわいそうだよ。知らないおばさんだぞ、かわいそうだぞ。イコールボブちゃんちのロシアンフック。これで行ったんだぞ。コントだ、コントだ、入れ、コントだ。コントだ、入れ。下手くそだよ。入るよ。おい、なんだろう、おばさんがこうやって来る。これ、こうやって、まあ、できないか。何にさせられてんだよ、これ。ロシアンフックしてあるよ。芸人なんて破天荒じゃなきゃいけないんだから。破天荒は必ずしも受けられる時代じゃないからね。それだけど、そうなんだよ、まあ、一緒に冠番組とか持つんだから、お前と。あ、一緒に。そりゃそうだろう。俺は一人で冠番組持ちたいからさ。お前が一人で言うやん。渋谷で500人いて一人も気づかない。いいだろうじゃねえよ。いやいや、やりたいんだ俺、クイズ番組の司会とか。司会なんて無理だよ。司会っていうのはシュッとしてなきゃいけないんです。顔パンパンで死人みたいな肌してるから。死人と同じ。ほぼゾンビだろお前。死人の肌するんだよ。死人の肌するんだよ。死人の肌ってなんだから。ちょっと MC したいんだから。 MC なんて無理だよ。クイズ番組 MC して、でブルネイとかの旅行プレゼントして。知らない人が知らない国。知らない人が知らない国。旅番組とか。旅番組とか。あの池袋とか旅。近すぎるだろ。予算なさすぎか、おい。いや、なんで俺 CM とかも出たいし。CM ってなんだよ。CM だ、柔軟剤とか狂言とかさ、あのソフィーナプリオフィスとかさ。石原さとみが全部やっちゃう。何そのラインなんだよ、お前。そうなのじゃねえよ。俺やりたい、あの自伝とかも出したい。自伝、うん、お前の叱りとかで誰が見てんの。出してよ、おかしいよ。お笑い番組とか見てねえから、そういう着想になるんだよ。お笑い番組見てるよ。全然見てねえよ。全録持ってんだから俺。全録持ってキーワードとかで予約してんだ俺。誰検索してんだよ。ですよだよ。そんなやつないよ。ディッシュを検索ワードに出すやつなんだよ。いや、いいことじゃねえ。ディッシュなんて出てねえだろ。出てるよ。しかかんねえ。ディッシュずっと出てねえだろ。ずっと出てねえ。ずっとディッシュ出てねえから。そんなことはねえ。そりゃそうだよ。じゃあ何に出てんだよ、お前。口ごもるな。どっちが正義か分かんなくなる。あはは、じゃねえ。いや、あるだろ。おかしいな、趣味とかもねえだろ、お前。趣味あるわ。趣味なんだよ。趣味グランドホッケー。部活だろ、お前。高校にやってた部活だから。楽しかっただろ、趣味と言えるだろ。グランドホッケー、ドマイナースポーツだから、俺。いいだろ、別に面白かったよ。おかしいんだよ。一緒にやってたろ。一緒にやってたけど、おかしいな、レッドカード、イエローカード。その他にグリーンカードってあったぞ。2分間退場だよ。2分間退場だよ。顔が見つかんねえよ。顔が見つかんねえよ。日本やスポーツだったから。おかしいな。強豪国どこや、強豪国。強豪国、インドとパキスタン。なんでだよ、インドとパキスタンで。強豪国なんだか知らない。カレー以外に強いのあったんじゃない。強いって言うなよ。カレー強いじゃない。いいだろ。防具もすごいな。防具はいいだろう。キーパー防具ガチガチ。そうだよ。ガチガチ。フィールドプレイヤーはそのスネアとのみのみスネアとのみ補充が欲しいよ。スネアとのみガチガチだ。補充が欲しいよ。危なすぎるだろ。これおかしいだろ。桜ジャパンに正式に怒られるぞ、お前。桜ジャパンってなんだよ。桜ジャパンって言うだろ。グランドホッケーの桜ジャパン誰がわかんだよ、お前。わかるよ。わかんねえだろ、お前。なんなんだろうって。だからモテねえんだよ、お前。モテてるだろう。お前ももううまいわだよ。あ、俺が？俺はモテてた。俺はモテてたけど、ブスばっかだろ、彼女。口ごもる。抗えよ。そんなことないよ、抗えよ。でもね、番組であの広瀬すずにさ、好きですって言われたらいいよ。売名行為だろ、あんなの。誰が好きなんだろ。いやいや、言うなよ、お前。あ
それは広瀬すずのファンにも叩かれてるし、なんだよ、おかしいだろ、お前。俳優だって甘らしも三四郎分込みだって、なんでだよ、みたいな。悲しいな。色気づいて入りやがって。時間じゃん。色気づいてないの。色気づいてない。いけるかなと思って、これだったら。食べたいの食べたいから入る。食べたいの食べたいから。ハンバーガー上のバンズ食えねえんだ。高校行ったら綺麗な人いっぱい来ると思った。六角精児とか山下達郎みたいなやつ、ブジョルみたいなやつ、ブジョルみたいな女も来たよ。おかしいだろ。だから俺破天荒なんだよ、お前だってロシアンフックとかかませよ。破天荒ベクトルが違うよ。だお前とベクトルが全然違えんだよ。じゃあだから解散だ、解散じゃ口ごもる。悲しいだろ。お前それ